はい、どうもこんばんは。めちゃくちゃルナシーのライブ宣伝してますね。宣伝費請求しましょうってことなんですけど、本当ですよね。まあ、ルナシーだけではなく、まあ、インディーズバンドも、まあ、紹介してるんですけど、まあ、誰が知ってて、誰が興味あって、誰がライブに参戦してたって話ですよね。まあ、一部のファンしかいねえだろっていう話なんですけど、まあ、ルナシーはこちらをご覧ください。まあ、これ紹介してないんですけど、まあ、ご存知の方もいらっしゃいますよね。で、もう購入される方もいらっしゃいますよね。まあ、3月14日に、去年の8月、まあ、日本武道館で行われました、まあ、川村隆一さんの、復活祭が、ブルーレイとして、リリースされました。でっていう話じゃないですか。で、こういうコメントも、届いております。こちらです。でっていう話ですよね。僕思うんですけど、1位に独占した、独占したはいいんですけど、あなたの作品ですか？ルナシーですよね。で、他には、こちらをご覧ください。誰やってこいつ、びっくりしたわ、頭紫色だし、マジ誰やってってことなんですけど、よかった、俺ブサイクでさ、こういう髪の色してるからさ、コメント来るんだよね。で、お前に言いたいんだけど、こちらをご覧ください。髪紫はダメなんだけどさ、これはいいの？これ赤色なんだけどさ、これは問題ない。で、次なんですけど、こちらをご覧ください。川村隆一さんです。まあ、あまり紹介しないんですけど、まあ、ツイッターでも人気がないというか、もう数字全然取れないんですよ。で、川村隆一さんの、これワインテイスティングパーティーっていうことで、詳細は、こちらです。4月の2日に、行われます。会場が、港区しか出てないです。で、まあ、言わなくても分かると思うんですけど、ぼったくりです。11時半から、13時半、約2時間で、2万5000円です。で、テイスティングパーティーって何ですかね。こうやって飲んでく、ちょっとずつ飲んでくみたいな。で、なんかチーズの盛り合わせとかあんの、僕の大好きなソーセージとかあんの。はい、ということで、あと皆さんに紹介したいのはこちらですね。タイミング的になぜか並んでましたよ。YOSHIKIさんとガーシー容疑者で、ツイッターやられてない方もいらっしゃると思うんですけど、これだけ差があるんですよ。人気があるトレンドっていうのは、もう1万とか2万とか行くんですよ。でも人気がないトレンドっていうのは、こんな感じで、数千しか数字取れないんですよ。はい、ということで、ガーシー容疑者、東谷容疑者に変わったんですけど、皆さんは、ニュースをご覧になられましたか？まあ見てますよね。まあ国会議員として、まあ除名されましたよね。で、早かったですよね。もうその翌日に、まあ容疑者に変わりましたよね。で、僕は思うんですけど、逃げ切れるんじゃないかなというか、まあ、逃亡生活を送ると思います。捕まるんじゃないの？パスポートはとかいろんな意見あると思うんですけど、国際手配ですよね。で、容疑が、何でしたっけ、名誉毀損でしたっけ、誹謗中傷やら脅迫とかですよね。そこまで税金かけますか？ドバイですよね。で、パスポートは、皆さんご存知かわかんないんですけど、まあ、金持ってれば買うことできるんですよ。パスポート買えることできるんで、まあ、そこまで考えてるんじゃないですか。まあ、日本に一生帰る気はないみたいなね、発言もあったと思うんで、僕はそうだと思います。あと、ね、ガーシーがさっさとやめろとかね、いろんな意見あると思うんですけど、裏あると思いません？っていうのは、まあ、国会議員を、まあ、除名されて、翌日ですよ。翌日、はい、お前容疑者、じゃないですか。もうこの展開の速さ。僕何かあると思いますよ。もうここに出さないんですけど、まあ、芸能人や、まあ、NHK もそうじゃないですか。もう誰かはガーシーに攻撃されたくない。ガーシーに何かを言われたくない奴らが、まあ、裏で、まあ、金でも送ってんじゃないですか。もう警察お願いします。捜査してくださいと。僕はそういうなんか動きがあると思います。で、せっかくなんで、まあ、YOSHIKIさんがトレンドに上がってるんで、昨日のふざけたツイートを紹介しようと思います。こちらです。今急に思った、次のコンサートは、ドラムの数増やそうと思ってね、なんか調子に乗ったツイートなんですけど、こちらをご覧ください。僕はこのようにツイッターのように載せてあります。今急に思った、俺のファンが減っているじゃないの。お前に言いたいのは、日本はお金ないから、これ以上ファンを苦しめるなよってね、このように書いてあります。だってそうじゃないですか。こいつのコンサートやるっていうことは、皆さん東京に来てください。東京に集まってください。旅費ですか？宿泊費ですか？飲食代ですか？皆さんの自己負担ですよ。で、チケット代はこれですね。まあ、これより下げることはないですよ。上げることはあっても、下げることはないです。皆さん苦しめ、俺に貢げってことなんですよね。で、あと一人紹介したいんですけど、このリズム&マガジンって、リズム&ドラムマガジンか。
この雑誌を読んだ感想を、ツイートしている方がいらっしゃいます。で、初めに言いますけど、これ必ず笑います。笑うんで、なんか飲んでる方、なんか食べてる方、ちょっとやめてください。必ず笑いますから、こちらです。須田くんなんですけど、読みます。読んで一番感じたのは、やはり YOSHIKI そのものが音楽ということ。どういうこと？どういうこと？まだありますよ。ドラム演奏について、YOSHIKI が語っていることも、結局は YOSHIKI 自身がドラムになっている。ああ、まあ、ここまで言うと、まあ、認知症なんだろうな。そんな印象があって、納得しました。世界的である理由も、そこにあると思います。深くて素敵な記事ですね、っていう。やべえな、リズム&ドラムマガジンを読んだ、津田くんの感想になります。で、最後なんですけど、こちらをご覧ください。まあ長いんで読まないです。ラストロックスターズが結成されて、まあ、日本公演、海外公演を行ったわけじゃないですか。で、下から4行目から読みます。YOSHIKI は、今後のバンド活動について、世界中からオファーがあるので、なるべくその期待に応えたいと、発言しており、今後も、世界を舞台に活躍していくことを示唆しているってことなんですけど、これだけじゃないんですよね。こちらをご覧ください。だが、実際のライブを見たファンは、身内受けしかしてないと、冷ややかな。そもそも米ツアー、アメリカツアーでいいですか、米ツアーですかね、の会場は、わずか3500人から、4000人程度しか、収容できない小規模ホール。ここ重要ですよ。まあ皆さん何か勘違いしてる方多いと思うんですけど、クソジジイが、まあ海外進出とか世界を取るとかね、まあ海外でライブをやって、日本はね、売れてるみたいなね、わけわかんないやついると思うんですけど、小規模ですから、もうアメリカから見れば。で、観客は、現地の日本人が、大半を占め、外国人はオープニングアクトとして出演したバンドメイド目当ての人が多かったですね。日本では全国の映画館でライブビューイングが行われましたが、バンドメイドの出演後に、まさかの機材トラブルが発生し、観客が、1時間近く待たされる事態も起きた。これでは、今後規模を広げられるか不安です。世界が舞台などと、大風呂式を、広げた YOSHIKI だが、最初から、この低たらでは、先が思いやれるんだっていうね、こういう記事出てるんですよね。で、前にも言ったんですけど、まあ、こちらをご覧ください。まあ、海外で、まあ、こうやって並んでるんですけど、勘違いしてほしくないのは、人気があるから並んでると、まあ、それ違いますから。まあ、ここに並んでる方っていうのは、日本で言いますと、アリーナ席、まあ、VIP を購入された、アリーナ席に当たります。メンバーと近いし高いんじゃないのと思われる方いらっしゃると思うんですけど、その逆です。最も安いです。まあ、日本で言いますと A 席ですよ。じゃあ VIP どこかって言いますと2階です。まあ、2階とこのアリーナの違いっていうのは、椅子があるか椅子がないかの違いなんですよね。ここに小規模ホールって書かれてるじゃないですか。まあ、アメリカで1万以下って小規模扱いですよ。もっと言いますと、アメリカ人が日本のライブハウスですね、もう1000人も入らないライブハウスってあると思うんですけど、もうゴミ箱だと思ってると思います。はい、ということで、ここからは、バンド紹介に移ろうと思うんですけど、まあ、今日紹介するバンドのメンバーの写真は、こちらになります。世界観はマリスってことなんですけど、マリス・ミゼルには似てないです。まあ、どちらかと言いますと、曲調はベルサイユに近いと思います。メロディアスなパワーメタル、まあ、スピードメタル系なんで、好む方はいらっしゃると思います。で、バンド名が、ネスプリエールカインでしたっけ。まあ、これ出しておくんですけど、まあ、ネスプリエールカインっていうバンド名になります。で、早速行きたいんですけど、まあ、あと1枚写真があります。こちらです。加工って怖いですよね。これ誰って思いました。で、次は、メンバーの方見ていこうと思います。ネスプリエールカイン、バンド結成が、2018年で、今も活動を続けております。で、4人組です。まあ、全身バンドは、この口なしってね、ドラムの型しか、出てなかったです。で、次は、こちらシングルです。まあ、ほとんどが、配信シングルになります。まあ、こんな感じです。で、次です。これもシングルなんですけど、まあ、DVD 付きと、配信シングルになります。で、次です。マキシシングルと、ミニアルバムと、DVD になります。まあ、どれがいい曲とかねありますよ。まあ、おすすめの曲は、こちらです。アバロン約束の地でしたっけ、なんかこんな出しておきます。まあ、この曲は、まあ、サビが聞きやすいんじゃないかなと、僕は思います。はい、ということで、今日は、ネスプリエールカインっていうバンドを紹介しました。最後まで動画を見てくれてありがとうございました。